1965年モデル1971年モデル1979年、モデルサーブ96は、スウェーデンの航空機メーカーサーブの自動車部門が1960年から1980年まで、製造した乗用車である。サーブ93の改良型として、その主要設計を踏襲して登場、モデルライフ途中でエンジンを4ストローク化し、年々厳しさを増す安全。 公害規制を度重なる改良でクリアしつつ、後継者となるはずであったサーブ99の登場後も、生産は継続され、結局1980年まで20年間にわたって、存続し、世界中にサーブというブランドと、その強烈な個性を印象付けた。96になって最も大きく変更されたのは、前輪サスペンションで、トーションバーから、 ダブルウィッシュボーンコイルに改められた。ブレーキも当初は4輪、ドラムブレーキであったが、途中から前輪には、ディスクブレーキが採用された。当初のエンジンは2サイクル3気筒 750cc で38馬力を発揮した。マニュアルトランスミッションは92以来の3速で、ローギアがノンシンクロの3速コラムシフトであったが、フルシンクロ4速が、 オプション設定され、やがて標準となった。シフト位置は最後までコラムで、フリーホイール機構も存続した。シクステン、セゾンのデザインによるボディは、後半が変更され、トランクスペースとリアウィンドウが拡大されていた。ワゴン版は引き続き95というモデル名のまま、96に準じた改良を受けつつ、並行生産された。 1963年にはエンジンが 841cc40 馬力に強化され、3キャブレターで57馬力を発揮する96モンテカルロが追加された。1965年にはフロントエンドのデザインが変更され、ラジエーター位置がそれまでのエンジン背後から前端に移され、新しいエンジンの搭載に備えた。1967年には、 96V4 が登場した。これは排気ガス対策の面で限界が来ていたに、サイクルエンジンをコンパクトで96のノーズに容易に搭載可能だったフォードタウンス 12M、15M 用の V 型4気筒エンジンに換装したモデルである。1498ccV4 エンジンは当初55馬力1977年以降は65馬力を 発揮、0時速 100km 加速は16秒台と、絶対的には遅いものの2サイクル時代よりは、改善され、排気量が2倍近くに増えたため大幅に扱いやすくなった。2サイクルエンジン車は1968年をもって、生産終了した。アメリカでは排気ガス規制の適用を免れるために、排気量を 819cc に縮小して、販売された。 1968年には前後ウィンドウが拡大され、99に似た角型ヘッドライトを持つフロントグリルに変更された。以後、99に準じた外装のモダン化、安全対策強化を受けるようになり、1972年にはフロントグリルがブラックアウトされ、1975年以降はウレタン製の衝撃吸収バンパーが装備された。 最後の96は1980年1月11日、フィンランドの工場で生産された。累計生産台数は547,221台であった。93同様、北欧出身ラリーストである名手エリック・カールソンや、その妻で、スターリング・モスの妹、パッド・モス・カールソンらの操縦により、ラリーで活躍し、 ワークスチームが編成されると1960年から1962年まで、ラックラリーに連続優勝、1962.1963年のラリー・モンテカルロで優勝し、サーブ社のラリーカーとしての能力は世界に知れ渡った。その後 96V4 にまで進化した1971年、ステア特性に熟成重点を置き、ライバルより、非力な中で、 スティグ・ブロンクビストの手によって、スーエディッシュ、センコ、ラックとも勝利を収めている。1960年代、96は、日本にも少数ながら、継続的に輸出された。当時のディーラーは新東洋企業であった。1960年代末、輸入代理店が、西部自動車販売になって、以降の輸入車種は99に絞られ、96の、輸入は途絶えた。 並行輸入された車両もある。自動車評論家の川上館が所有していたことでも知られていた。ありがとうございます。